忖度人事が疑われる二人の交番、山田真紀子内閣広報官、 NHK に圧力、 NHK の顔である有馬義雄、武田真一が3月いっぱいで降板させられる。政権に批判的な二人だから NHK 首脳陣が菅官邸に忖度したのではないかと言われている。この突然の降板と今問題になっている菅義偉の長男正吾が総務官僚たちを接待付けにしていたこととは根っこでつながっていると思う。それについては後述するとして、有馬と武田の交番流から見てみよう。詳しくははじめくんのブログへ。